10月9日火曜日、ニューズオペードアシスタントの佐藤由紀です。よろしくお願いします。そして本日のゲストをご紹介します。岐阜バスケットボール株式会社代表取締役会長の松葉俊治さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして上杉隆プロデューサーもよろしくお願いします。はい、間に合いました。間に合いました。今日のノーボーダーヘッドラインです。女性ジャーナリストの殺害に衝撃が走っています。では今日のオペードニュース一つ目ですが、女性ジャーナリストのビクトリア・マリノバさんが遺体で発見されたというこちらのニュースなんですが、松葉さんはこのニュースを、はい、聞いていかがですか？そうですね、やはりジャーナリストという仕事というのは命を懸けて、やってらっしゃる方も多々いますし、今回やはりヨーロッパ連合の汚職を追及してということの話ですので、非常に残念なお話ではございますけれども、そういったジャーナリストに対してですね、敬意を表したいと思っておりますし、そういったやはり汚職というのはどの国でも、ヨーロッパ、EU しかり、アメリカでもそうですけど、日本でもそうですけど、あると思います。勇気を持って、そういった追及をしていただいたですね、ジャーナリストの方に本当に敬意を表したいなというふうに思っております。はい、そうですよね。上杉さん、これジャーナリスト保護委員会がニューヨークに本部を置いている NPO 団体ということなんですけれども、これはどういった具体的には活動といいますか？世界中のジャーナリストの、情報共有とかね、はい、あるいはそこのメンバーにいることによって、はい、ちょっと役割は違うんですけど、国境なき記者団に近い、国境なき記者団に近い、ジャーナリストで活動してるんで、この人たちが例えば取材活動をしているときには、決して敵でもないし、兵士でもないんで、殺害をしたりしないようにと、拘束したりということの証明をもらうわけですね。で、ところがやっぱり今最近ね、そういうのは聞かなくなってきてるんですよ。昔はやっぱりジャーナリストだけ特別に、例えばこれ報道の腕章をつけてると、戦地に行ってもそうですし、ある意味その保護の対象だったんですが、今ジャーナリストがスパイ活動みたいなのを一緒にやってしまうということも多々あって、あとはね、戦争の形態が変わってきたんで、要するにテロを行うときにやっぱりジャーナリストって騙しやすいわけですよ、入りやすいわけですよね。でそういう意味で、悪いジャーナリストもいるん で、でそれで、権力側の、そういうような殺害とか拘束の理由にされてしまったと。で今回はこれ EU ですよね、マリノバさんもそうなんですけど、去年も、確か、パナマ文書を追求していた、カリアナガルチアさんって、これはマルタ島で自動車爆破されちゃった、彼女が乗ろうとしてパッとスイッチつけたらボーンってぶっ飛んで殺されたと。でその前はね、もう、ロシアでいうとアンナ・ポリトコスカヤとかね、これも女性ジャーナリスト有名な、とかね、実は年間だいたい100人単位で死んでるんです、ジャーナリスト。日本がほとんど殺されてないだけで、というのも日本は記者クラブというのがあって、危険なところには行かないという変なルールがあるんで、ジャーナリストは。で私たちみたいな、かつてね、フリーがシリア行ったり、イラク行ったり、北朝鮮行ったりという形で、一般の、大手のメディアの人は行かないということなんで、なかなか日本人にはね、この状況は分かりにくいんですが、非常に大きく多く殺されてます。10年前までは一番多かったのはロシアだったんですが、最近はもうダントツメキシコですね。メキシコではもう本当に、シティの方に行くと、いわゆる、麻薬組織も含めて見せしめのように殺すんで、例えば朝起きると、3階建てぐらいのビルのベランダから、ワイヤーで4人ぐらい、ジャーナリストの首つって吊るしておくと、取材するんだよお前らと、こういう合図なんですよ。でもそれでもやってるのが世界中のジャーナリストの仲間だし、私もニューヨークタイムズに行った時も、まだ拘束されている人間もいますけども、知り合いも、でもそれでも伝えようとするんですが、先ほど松葉さんおっしゃったように、敬意を持つというのはそういう人たちなんですね。日本はね、なんか報じようとすると、いやちょっとそれ怒られるからとか、飛ばされるからとか、いや安倍さんに怒られちゃうからとか、こんなことで仕事を放棄してるっていうんで、いつも腹立たしい思いで、こう言葉が強くなっちゃうのはこの部分なんですよ。この差を知ってるんで、何人も友達が死んでって拘束されてるのに、日本では一緒にあれぐらいやろうよと、別に死ぬわけないんだから日本は、そんなにせいぜいね、会社辞めさせるとか、営業に飛ばされるとか、怒られるとかですよ、にもやんないんですよね。こういうのはね、もう言っても
切りがないにこれ言い出すとですね、今日はスポーツの日なんで。スポーツの日、今日火曜日ですけどね。もう怒りモードになっちゃいましたよ。はい、元に戻ります。怒りモード。はい、終わり。はい、よろしいですか。はい、はい、ありがとうございます。続いて2本目のニュースなんですが。